おはようございます。速稼塾の久保です。先週末はですね、いろいろと迷ったところがありましたけども、結局は上昇に転ずるという結論で、金曜日の朝の相場解説を終えました。あの後ですね、レジスタブラインを超えて、いわゆるこうなんか操作トップみたいな、こう輪っかみたいなのがあったじゃないですか。あそこがレジスタブラインになるわけですけども、あそこの頂点を超えてからの伸びっていうのは、やっぱりね、すごかったなと思いますね。上昇に転ずるということで、見ていたわけなんですけども、あそこをブレイクした後に、やっぱ109円、110円の方向で、バイでエントリーしたところで、利益確定がすることができて、今週は終わったかなってことですよね。週の前半、中盤っていうのはね、迷ったんですけども、やっぱこう、金曜日になってきて、週明けまでの、なんていうんですか、見通しが立ってきたってところですかね。この後はレジスタプライムまで一旦、戻ってくるかなと思いますけども、ここでもう相場が終わりましてね、今日はもう相場が止まるんですけども、土曜日ですから、ちょっと来週のために少々解説していこうと思います。ざっくりと言うとですね、ここから一旦戻りを入れて押し目を作って、さらに110円の方向に向かうんではないかなっていうところですね。勢いが、上昇トレンドの勢いがまだ凄まじいですからね。バイの方で、狙っていけばいいんじゃないですかね。じゃあそういうことで来週の展望をお話しするのとともに相場解説の方いきます。まずはデイリーですね。黄色くレジスタポラインを引いていますですね。操作トップみたいになっているのがここです。なんかグニャグニャっとなってでしょ。で、レンジと言ってもいいですよね。こういうふうにグニャグニャっとなっていて、下がっていったんだけども、下がっていったところで押し目を作って上昇と、で勢いつけてそこを突き破って、今こういう風な上昇トレンドを書いてます。ですのでこの間がね、利確できているポイントだと思いますね。でマルチタイムフレーム分析で時間軸を小さくしていくと、陰線に変わっているのが分かると思いますので、その辺も一緒に見ていきましょう。で4時間軸になりますけども、これですよね。ここが大きなレンジに入っていて、ここからえぐれたようになっていたところからゆっくりと下向きに行ってたんで、下の方に突き抜けたらこれは価格が戻っていくのかな、この辺まで戻っていくのかなっていうふうなことを言ったこともありましたけども、結局はここからね、上昇が始まって、このレンジを抜けたら、このボックスを抜けたら大きく買いでエントリーが、要するにね、これ全体的には上昇トレンドですからね、それ見ていけばいいのかなと思ったんですけども、ここで止まってですね、この赤いラインをあらかじめ引いてましたよね。この赤いライン見えます？この赤いラインまでで利確して、この辺りから反転が始まるということで赤いライン引いたんですけども、結局反転始まりましたね。109円の785とかで反転していったと予想したんですけども、もうちょっといったら109円の830で反転していきました。なかなか見通しが良かったですね、ここはね。で、最後1時間軸なんですけども、そうですね、110円にはまだ至らずですけども、上昇トレンドをこう作って、利確をした人が多かったと思いますんで、私もそのうちの一人ですけども、5分ずれたわけですよね。でも下がりきらずに、一番下がってね、下がってここまで下がるとは思うんですけどね、こういう場合は。今小康状態を保ってますよね。ですから週が明けてからっていうのは、このチャートの伸びがですね、上の方に向かうようでしたら、ここを超えたら買いでエントリーですね。そうでなくって、これがしばらく横ばいが続くようでしたら、もしくは下の方に行くようでしたら、ここのラインに達するまではちょっと様子を見ていきましょうってことになります。よろしいですかね。はい。全体的な流れは上昇に向かってますから、ですから1時間でね、ほとんどの方がエントリーされてると思いますけど、取引されてると思いますけども、1時間でも基本的にはバイでこう取っていくっていう考えでいいと思います。はっきりと上昇トレンドに戻っていきましたんでね、一回ね、もうそろそろこっちの方に向かうのかなと、セルの方に向かうのかなと思ったんですけども、1週間いろいろと考えてみてよかったです。結局はこれは上昇トレンド、要するにバイデンさんが入ってから105円、を皮切りに106円、107円、108円、109円とずっと上がってきましたよね。その勢いってのはまだ変わってないってこと、そういうふうな分析になりました。
今回はマルチタイムフレーム分析を用いながらですね、まあ、いつもやってますけども、一体どっちに向かうのかってことを分析してみました。結局買いでいけばよかったということですね。ということで金曜日ギリギリではあったんですけども利確を取れたんじゃないかなと思います。結局は買いに向かうということで、昨日の朝はね、金曜日の朝は解説終わったんですけども、まあ、ご覧のようにレジサブラインを超えてから、レジサブラインを超えてから大場何操作トップのレジサブラインを超えてからエントリーできた方は皆さん利確できたんじゃないかなと思います。まあ30ピップスぐらいは取れたんじゃないですかね、悪くても、まあまあじゃないですか。はい、ということで今週は以上でございます。また週が明けたら一緒に分析していきましょう。ではありがとうございました。